次を離れたこと破り独自の和装を切り開く現代の感覚を。はい、こんにちは。曹操経営店長のカカスです。寺田です。副店長の佐藤です。ジュニーです。この動画、日本の現代歌舞伎野草、曹操経営のいろいろ紹介させていただきます。はい、今回紹介するのは宮中袖です。経緯の羽織、宮中袖、袖が筒状になっています。そしてこの袖先、紐がタラーンとねゆらゆらさせているんですけども、ここが宮中袖のポイントで、袖くくりって言うんですけれども、公家装束、現代で言うとこの貴族ですね。立派なお家に住んでいる人たちが、ちょっとこうやってね、手を隠して、こういう感じで歩いている時に、紐をダーンとね、飾りのように垂らして、床をスルスルこう、行ってたアイテムなんですけども、まあそこまで長くすると、ちょっとね、使いにくいから、ちょうどいいぐらいの長さにして、袖くくりっていうポイントにしております。はい。今着ているのは、祖母宮中袖、剣一重と言いまして、宮中袖にも長さがいろいろございます。今僕が着ているのは、ロングコートのような丈の羽織です。これだけ長いとね、こういう感じが、バッと、なびかせれるんですよね。これがかっこいい。で、間って書いて、剣なんですけども、これより長い丈の宮中袖も存在します。そしてこの間って書かれた剣、それと短いタイプの宮中袖もございます。僕の身長は171センチで M サイズを着用しております。あと、経緯の羽織で特徴的なところは、ここ。これ見てください。襟がすごい広いんですよ。こんだけ広いんで、もうね、今、こう、普通にパサッと落として、こう、フリーダムな状態なんですけども、この状態でも大丈夫。無造作な感じ。で、襟を、まあ、ちょっとこうね、ストールを巻いて、ストーンと落としたような状態にしていただいても大丈夫。あと、綺麗にしたかったら、ちょっと外巻き2回ぐらい、パパッと折ってきて、こういう状態で、襟を整えていただいても大丈夫です。はい、それでは、宮中袖。他にもいろいろ種類がございますので、紹介していきます。はい、僕が今着ているのは、テンセル宮中袖単位一重、ミツラビハ新緑色ですね。テンセルって何ぞやっていうことなんですけど、まあ、テンセルって生地ですね。こちらは木材パルプを利用した生地になってまして、まあ、ちょっと地球に優しい生地って言われてますね。通気性に優れてる素材になってます。ちょっと見てもらったら分かるんですけど、ちょっと光沢のある生地になってますね。ちょっとお上品な感じになるんじゃないでしょうか。店長着てた分に比べるとちょっと短いですね。これが単位の長さです。僕が今着用しているのがL サイズですね。身長は173センチ。L サイズで、ちょっとお尻が隠れるぐらいの丈の長さになっております。これぐらいですね、長さです。宮中袖の特徴なんですけど、先ほど店長が紹介してた袖くくりですね。あ、なんか引っかかるみたいな時あるんですけど、まあ、何かこう、ちょっと作業するときですね、物を描いたりとか、なんかするときとかここですね、この先の部分ですね、こちらをですね、くくっていただきます。こんな感じで物が引くとか、なんかやるときなんか、僕らでなんかするときとか、こうやって袖まくり上げて、でまた元に戻ってきて、こう楽しんでいただいたら、またね、こんな感じになってます。
私が今着てるのがジャカール宮中袖剣合わせ漢字がらめっていう商品です。生地自体にこう模様がついてるんですけど、その上に顔料プリントで漢字がらめの柄がプリントされています。地模様がエレガントな柄なんですけど、その上にも結構いかつい漢字がらめの柄がドーンと、という感じ で私が着てるのが今 S サイズです。身長は156cm、 女性の方がドーンと着ると可能です。こちらの商品なんとリバーシブルです。無地の襟の部分に柄がきます。はい、チューニーです。私が着用しているのはジャカール宮中袖単位合わせマンパ進行モヤです。私は153センチで S サイズを着用しております。裏地がついてて、とっても暖かいです。このジャカールなんですけど、生地よく見ていただくとボコボコしてて、こうモヤみたいになってるので、あの新婚モヤという名前がついてます。で、素材が綿62のポリエステル 37% のポリウレタン 1% で、洗濯ができるのでネットに入れて洗っていただきます。ただ洗うときにこの袖についてるこの組紐と、あと前についてるこの革紐、これ外して必ず洗ってください。革紐は私一回洗っちゃったことあるんですけど、色移りしたことがあるので、洗濯するときは必ず外してください。最後にですね、宮中袖の新商品を紹介させていただきます。ジャカール宮中袖単位一重薄ラビハ白銀マダラと、キンランドンス黒銀マダラです。いやー、ゆうちゃんこれすごいね。ヒョウ柄も、なにこれ、キラキラキラです。これキンランドンスがこのヒョウ柄と、背中すごいですね。背中すごい、背中で語る平女子、これのことですよ、ね、え。あとこっちも薄ラビ景色っていう柄があるんですけれども、それを破壊させた薄ラビ派、どういうことかというと、パリーンっていうね、あの感じわかります？パリーンってした時のこの柄配置どうですか？薄ラビ派、それのこの白のピカピカですよ、キラキラですよ、すごいですよ、背中で語りますよ。新商品の宮中袖でした。はい、いかがでしたか。今回は宮中袖を紹介させていただきましたが、新商品はまだまだございます。これからもどんどん配信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ほなまた経緯でお会いしましょう。さよなら。商品名が一個も覚えられへん、長いって言ってる、うるさい、うるさいよ。これは何て言うんだろう。合ってる？なんか違うよ。あ、合ってるやつ。なんかね、キュッて結ぶ感じで変わるから、ちょっとここのキュッてするとこだけをグッてやってもらったら全部基本左を上に持ってきて、うんうんうん、でこっちの紐を、うん、こっちの紐ね、うんうん、を
この輪っかに通す。それで、ギュッとする。そうです。あ、いい。はい、チューニーです。私が着用しているのは、ジャカール宮中袖合わせマンパ、あ、間違えました。ジャカール宮中袖合わせ、あ、間違えました。ジャカール宮中袖単位合わせ。ジャカール宮中袖単位合わせ。あ、もうやだ。